トルコ第三の都市イズミルでは激しい揺れでビル17棟が倒壊し、沿岸部には津波で冠水した地域もあります。トルコ政府は少なくとも24人が死亡し、このうち1人は敵死だと発表しました。けが人は800人以上に上っています。余震が340回以上を観測される中、およそ4000人を投入して捜索活動が行われていた。 倒壊したビルのうち8棟で終了しました救助活動は残りの9棟で続けられていて被害はさらに拡大すると見られていますトルコ西部沖のエーゲ海で30日マグニチュード7.0の地震が発生し被害が拡大していますトルコ第3の都市イズミルでは激しい揺れでビル17棟が倒壊し 沿岸部には津波で冠水した地域もあります。トルコ政府は少なくとも24人が死亡し、このうち1人は溺死だと発表しました。けが人は800人以上に上っています。余震が340回以上観測される中、約4000人を投入して捜索活動が行われていて、倒壊したビルのうち8棟で終了しました。救助活動は 残りの9棟で続けられていて被害はさらに拡大すると見られていますいやでも10年前を思い出してしまう日本だからできる救援支援があるはず国としてできる限り手を差し伸べてほしいエルトゥール,ル号遭難事件からトルコは日本と関係のある国日本人を イラン・イラク戦争から脱出させてくれた恩を今こそ返す時だと思う政府は最大級の対応をしなければならない